村村ひろしです。レッドラインツアー2013、はい、レッドライン今年3回目の出場となります。はい、呼んでもらってありがとうございます。ありがとうございます。レッドラインどんなライブにしたいですか？そうですね、はい、ちょうど僕が松坂なので、あ松坂様5枚目のアルバムを発売しまして、はい、全国ツアー中なので、あ、そうそう、その熱をレッドラインにも持っていけたらなと思ってます。はい、はい、修行の成果を期待しております。3年目やで、お願いします。ロットブラック名古屋でした。マイケルボーイでした。